オート彗星は NASA が軽減重力研究計画に使う航空機の相性。この用途に使用される航空機は引き起こし後に放物線上の飛行経路を取り、この際に重力が軽減された状態を作り出すことができる。飛行経路の変更によって重力軽減の程度を変更することもできる。一般的にこの航空機は 宇宙飛行士を訓練するために使用され、引き起こしから通常飛行に戻るまでの65秒間のうち25秒間の無重力状態を作り出すことができる。この際に搭乗者、特に不慣れなものは乗り物酔いによる吐き気を催すことが多く、このような愛称が付けられることとなった。ボミットコメットにおける無重力状態機内には、 乗員保護のための衝撃干渉材が全面に設置されている。NASA は2004年12月までこの用途に KC-135 を2機使用していた。これは元アメリカ空軍の空中給油機を改造したものである。1機は映画アポロ13の無重力シーンの撮影に使用され、退役後はジョンソン宇宙センターの近くのエリントンフィールドに展示されている。 もう一機は2004年10月29日に最終飛行を行い、アリゾナ州のアマーク保管施設にて永久保存されている。2005年に NASA は KLM オランダ航空とアメリカ海軍が所有していたマクドネルダグラス C-9 を取得し、大体機とした。同年、観光客と研究者のために無重力飛行サービスを提供するゼログラビティ社は、 ボーイング727を NASA のために飛行させ始めた。ありがとうございます。